読書ダムは、木曽川本川中流部、長野県木曽郡を大桑村大和の尻に位置するダムである。関西電力株式会社の水力、発電専用ダムで、読書発電所の主水ダムとして機能する。本校では、読書ダムの河川維持放流を利用して発電する、大桑はの尻発電所についても記述する。読書ダムの下流に位置する読書発電所は、 大道電力によって1923年に、竣工した、水力発電所である。元来はダムを持たない、水路式発電所であり、木曽川本川と、四十明川、柿その川から取水して、最大 42,100kW を発電していた。この読書発電所は、日本発送電を経て1951年に、関西電力へ継承された。発足後の関西電力では、 使用水量が少なく豊富な基礎側の水量を活かしきれていない古い発電所の再開発に着手した。その第1号として山口発電所が完成すると早急に着手可能として次に読書発電所に関する再開発を始めることとなった。再開発の初期計画では読書発電所の季節基礎側取水堰をかさ上げして設備を増設するという水路式発電所。 増設計画が考案されたが、その後ダムを持つ、調整知識発電所へと計画が改められた。こうして建設されたのが読書ダムであり、1958年8月1日に着工、1960年10月8日に淡水を開始した。読書ダムは、野尻駅近くにあった、旧取水堰や宛て川合流点よりも下流に位置する。 ダム建設により、読書発電所では導水路の一部が、淡水区域にかかるため、ダム春工後に発電を停止して、読書ダムに取水口を付け替える工事を実施している。また、読書ダムから取水する、もう一つの発電所として、地下式の読書第二発電所が1960年11月16日に、運転を開始した。発電所出力は7万キロワットである。 ダム完成後の1965年6月1日付で、読書第二発電所は読書発電所に統合された。その後、発電所出力が1998年2月に 2300kW、2004年3月に 2700kW、2014年8月には 1900kW と順次引き上げられた。したがって、読書発電所の発電所出力は119000。 キロワットとなっている。読書ダムから取水する読書発電所読書ダムの形式は、腰流型、直線重力式、コンクリートダムである。停滞は、腰流部、肥越流部、止水壁部分の3つに分かれており、基礎岩盤上高さは順に36.0メートル、32.1メートル、28.6メートル。 長さは順に68.0メートル、87.0メートル、138.8メートルとなっている。包み体積は76,140立方メートル。越流部に並ぶゲートはいずれもラジアルゲートで5門あり、そのうち4門は高さ13.0メートル、幅10.0メートルの洪水破き、残り1門は、月射板が付属する高さ14.0メートル、幅10.0メートルの リューア悪多ゲート兼用洪水破棄。他にもリューア悪多用の欠射板が一門取り付けられている。ダムによって形成される調整値は、淡水面積51ヘクタール、総貯水容量435.8万立方メートルで、うち利用水深7.0メートル以内の有効貯水容量は267.7万立方メートルとなっている。なお建設時の調整値容量は、 総貯水容量431万7千立方メートル、有効貯水容量261万7千立方メートルであった。読書発電所取水口はダムの右岸側に設置されている。取水口はダム側の第1取水口と上流側の第2取水口の2つに分かれており、前者は地上式の旧発電所へ、後者は地下式発電所につながる。 1990年7月より、読書ダムでは2.7リッター片メートル毎秒の河川維持放流が開始された。放流は5にあるゲートのうち1門をわずかに開く形で行われていた。この河川維持放流を利用すべく、関西電力は2010年11月から、大久はのじ発電所の建設工事を始めた。関西電力社内においては10年ぶりの新規。 水力開発であり、なおかつ河川二次放流を利用する発電所の第一号となるものである。運転開始は翌2011年6月30日付、最大使用水量2.82、立方メートル毎秒、有効落差22.50メートルにて、発電所出力490キロワットで運転されている。読書ダムウガンには読書発電所取水口があるため、 オークアノジリ発電所は反対の左岸側に位置する。ダム比越流部天馬を乗り越える再本式取水設備で取水した後、約69メートルの水路によりダム直下へ導水し、ダム直下の護岸付近に設置の水中タービン発電機を稼働させる。オークアノジリ発電所に関するカテゴリー、ありがとうございます。